皆さんこんにちは。もう一つの未来でおなじみの森口博子さん。森口博子が中黒病で突然死の真相、風呂なし生活の実態について紹介します。まずは森口博子さんの経歴とプロフィールから紹介します。森口博子歌手タレント、1968年6月13日生まれ、福岡県出身、 A 型ノーリーズン所属。1985年8月、アニメ機動戦士 Z ガンダムの主題歌シングル水の星へ愛を込めてでデビュー。86年セカンドシングル上級生か NHK みんなの歌で放送される。91年公開のアニメ映画機動戦士ガンダム F91 の主題歌シングルエターナルウィンド微笑みは光る風の中で第42回紅白歌合戦に初出場を果たす。92年バラエティ番組夢がもりもりに出演し話題を集める。俳優としてドラマガツとスッポン、映画どっちもどっち、ドラマナースステーション、ドラマ For You、 NHK 連続テレビ小説てるてる家族、ドラマ最後から2番目の恋などに出演。2005年12月香川信行が監督に就任して結成された社会人野球チームの福岡三崎ブラッサムズで総監督に就任。しかし2006年をもって香川らと共に退団した。2021年8月4日24年ぶりのオリジナルアルバムとなる青い生命を発売。同アルバムの新曲はすべて森口が作詞に携わっている。結婚できない、結婚できないと言いつつ、やはりモテそうな森口博子さんだけに何度か彼氏の噂が立ったようだ。彼氏の噂になった一人目はザ・イエロー・モンキーの吉田和也さん。二人の出会いは森口博子さんが深夜番組で司会を務めていた時に吉田和也さんがゲストで出演したことだという。共演をきっかけに友人関係になったと言われているものの、それ以上の段階に行っていたのではないかと噂になったようだ。とはいえ吉田和也さんは真鍋香織さんと結婚をしたので関係があったにしろ長続きしなかったのでしょう。二人目は又吉直樹さん。又吉直樹さんは昔から森口博子さんのファンだと言っていたこともあり、番組で二人でデートをするという企画をしたそうだ。その時に二人の雰囲気が良かったことから、このまま交際しても良さそうと思われたようだ。この二人については交際しているという噂が立ったわけでなく、これから発展するように見えるというだけなのでしょう。三人目は彼氏でないものの、番組で森口博子さんが告白した一般の会社員。相手が結婚していたので成立しなかったものの、一般の会社員を好きになることもあるのなら噂が出にくいので、知られていない一般人の元彼や今彼がいるのかもしれません。森口博子さんは1968年6月13日生まれですので、すでにアラフィフ世代だ。この年になっても結婚していない理由を調べてみると、様々な理由が相互に絡み合っていることが分かった。1995年頃に森口博子さんは吉井和也さんと噂になったことがあった。当時 NHK で放送されていた音楽番組ポップジャムに司会進行役として出演していた森口博子さん、そこにゲスト出演したことがきっかけで交際がスタートしたと言われていた。フジテレビ系で放送されていたバラエティ番組笑っていいともにレギュラー出演していた森口博子さんに対して、司会のタモリさんが吉井和也さんとの熱愛疑惑について突っ込んだり、テレフォンショッキング以外のコーナーに吉井和也さんもゲストで1回だけ出演したこともあるようで、何かと番組共演の機会があった。好きなバンドはと聞かれた際にイエローモンキーと即答まではしなかったものの、吉井和也さんに好意を抱いていたことは紛れもない事実だ。ですがその後吉井和也さんは出演したラジオ番組内で森口博子さんとは何の関係にもないと明言、あることないことをデタラメに書かないようにしてほしいとマスコミ批判をして以降、森口博子さんと吉井和也さんの関係は一切報じられなくなった。これは某番組で森口博子さんと又吉直樹さんがデートする企画があり、そこで2人は非常に仲良さげにしていたとの話で、この感覚ならそのまま交際でもおかしくないなとのことだった。森口博子さんはいろいろと難しい人というのは聞きますが、
仕事でそのような難しさを出すでしょうか。完璧主義の森口博子さんだ。番組を盛り上げるため又吉直樹さんと向き合ったのでしょう。なれば番組的にはいい雰囲気になってくれる。それこそ本物の彼氏彼女という関係に見えた方がえとしては素晴らしいものになる。だから森口博子さんと又吉直樹は彼氏彼女のように親しげにしていたのである。森口博子さんはこれまで交際して結婚をしようかという相手がいたようですが、いざ結婚となると森口博子さんに仕事を辞めるように言ってくる相手ばかりだったそうだ。森口博子さん曰く、仕事を辞めるという選択肢は一切ないということで、音楽を通じてファンの人たちとエネルギー交換できている今が最も充実しているようだ。森口博子さんが8歳の頃に両親が離婚し、シングルマザーの家庭で育てられた自分一人で森口博子さんを育てなければならないという使命感もあったのでしょうか。森口博子さんの母親は恋愛に関してはもちろんのこと、その他の私生活全般にわたってとても厳しい方だったそうだ。学生時代に好きな人ができても母親の目が気になって交際はおろか、告白することもはばかられるような環境下にいましたので、恋愛に対して奥手になっていった可能性が非常に高い。森口博子さんは芸能界でも指折りの潔癖症だと噂されている。何でもトイレの便座に座ることができないようで、用を足す際には便器に座らずに中腰で用を足すとのこと。森口博子さんの年齢からは想像できないボディバランスやルックスは潔癖症がゆえのこういった普段の行為が生み出しているんだと妙に納得させられましたが、男性の目からすると少々行き過ぎているような気もする。森口博子さんは何事も完璧にやらないと気が済まない完璧主義者だ。仕事上はもちろん、プライベートでも中途半端が大嫌いな性格ですので、結婚相手や彼氏についても自分自身が納得した相手じゃないとうまくやっていけないことは自明。森口博子さんの性格が悪いというわけではないのですが、何事にも完璧を求めてしまうあまり、周囲には接しつらい人だと思われている節があることは否めない事実だ。森口博子さんは4人姉妹の末っ子ですが、3人のお姉さんは皆結婚して家庭を持っていますので、独身の森口博子さんが高齢の母親と同居している。同居する母親が高齢ということで、結婚しても同居しなければならないというプレッシャーが男性側にはのしかかってくるため、結婚を遠ざけてしまっている可能性がある。森口博子さんは女で一つで4人の娘を立派に育ててくれた母親のことが大好きで、心から尊敬していることから、この先もできる限りは近い距離で一緒に過ごしていきたいと考えているそうだ。森口博子さんは現在仕事を最優先とした生活をしていますが、普段から声や喉のケアに余念がありません。飲食店に入った際にはメニューよりも何よりも先に気にするのが空調の風向きだそうだ。風が自分の席に直接当たるような場合には店員に対して他の席に移動したい旨を伝えたり、自宅の部屋の空調も効きすぎないようにオンとオフを繰り返したりするなど、自分中心というか喉優先の生活をしている。そんな状況下で仮に交際相手と一緒に生活するとなれば、トラブルが起きないはずはありません。先ほどもお伝えした通り、完璧主義者の森口博子さんですので、喉のケアや自分の仕事を後回しにしてまで結婚生活を送っていくことは不可能なようです。このブログの前半でもお伝えしましたが、森口博子さんがかつて交際してきたお相手の中には、結婚をしたら仕事をセーブしてほしい、あるいは仕事そのものをやめてほしいと言ってくる人もいた。そんな折に常々森口博子さんが心の中で思っていたことは、束縛されたくない、大好きな仕事をのびのびとしていたいということだった。結婚観については、恋愛よりも仕事の方優先順位が上で、もし結婚するとしても自分の活動に理解を示してくれる相手が良いと語っていた。これまでの森口博子さんの発言内容を勘案すると、ご自身の中で結婚願望はあるものの、それほど強くはなさそうだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。